この間は本当にありがとうございました。これいただいたものですけど、お礼です。これプレミアム購買部の限定パン？よく手に入ったね。はい、サイドゼロを応援してるよってこっそり渡してくれました。私たちの活動がだんだん実を結んできてるんだね。森田先輩に続いてゴールデンコスモスを破ったのが効いているみたいですね。あの人たちは生徒会の運営の一部を代行していたトップランカーのチームでしたから。そしてこの先はランク上位の相手ばかりです。そっか、ここからが本番なんだね。なーに暗い顔してんの。うわ、誰ですか。やっはー、ヨリン来ちゃった。千夏、驚かせないでくれる。この子は上坂千夏。1年の時は同じクラスで、今もいろいろと付き合いはあるんですが。もう私のことはチナチって呼んでって言ったっしょ。ほんとツンデレだな。もっと仲良くしようよ。はあ、それでチナチは何の用でここへ。慌てない慌てない。へえ、君がリーダー、結構いい顔してんじゃん。君たちさ、超面白そうなことしてるよね。打倒生徒会のお助け部なんでしょ。違いますから。生徒会の理不尽を止めて自由を取り戻すの。いや同じじゃん。まあいっか。そんでね、ちょっと助けてほしいんだけどさ。生徒会派のエアブラシオブゼータ、今はそこが学園の塗装道具を占有してるのね。それが超横暴でさ、そこの部長の白井真澄って3年生が派手な塗装やデコを全面禁止してんの。チナチーの言い方だと深刻さが伝わりづらいけど、自由な塗装を制限するなんてやりすぎね。間違いは正さなくちゃ。失礼します。ガンプラの塗装の件でエアブラシオブジェータのリーダーにお話があるのですが。貴様たちはサイドゼロだったか。よく群れで動くと聞いているが。あれ、マスミッチじゃない。生徒会セナ副会長。ほう、俺の名は知っているようだな、小浦伊織。あなたこそなんで私の名前を。知っていると。も特に貴様の名はいろいろと有名だからな。ここで始末してしまいたいが、何分忙しい身でな。後にも予定が詰まっている。白い、分かっていると思うが、生徒会は敗北を許さない。今の地位を守りたくばせいぜいあがくがいい。お任せください。必ずやこのエアブラシオブゼータが。ってもういないし。マスミッチ、それウケる。で君ら何、今度はうちに喧嘩売りに来たわけ。ガンプラの塗装の件でお話に来ました。ダメだダメだ、絶対認めない。ガンプラ塗装の主導権は僕がこの力で勝ち取ったんだ。手放す気はないぞ。力でガンプラのあり方を決めようなんて、そんなのは間違っています。そうだそうだ、間違ってるぞ。よし、そこまで言うなら見せてあげよう、リアル系塗装ガンプラの美しさを。エアブラシオブゼータ、白井真澄出撃。はいはいはい、滑り込みセーフ。最近予定にないバトルが多くて大変です。ともあれ、現在の生徒会派筆頭チームの一つエアーブラシオブゼータと学園改革派サイドゼロの正面衝突、これを逃す放送部ではありません。果たして勝利はどちらの手に。リアル塗装派とデコ派の決着やいかに。それではガンプラバトル、レディーゴー。Thank you.
学園の秩序と塗装を乱す奴は今ここで粛清してやる。さあバトル開始です。実況は私、釈野凛子が務めさせていただきます。学園の秩序と塗装を乱す奴は今ここで粛清してやる。さあ、かかってこい。どこからでも来い。近づく奴はみんな僕が塗装し直してやる。ポイントゲット。ドカーン。
ガンプラの性能を生かせぬまま消えていきなさい。チームブルーン、キーパーツをダッシュ。このまま回収できれば高ポイント獲得です。キーパーツはこちらの手の中に。取れるものなら取ってみなさい。やりましたね、チームブルーン。これは大きなポイントです。ポイントゲット。チームブルーン、ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。なんだと。回収だ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。なんだと。僕の完璧な塗装が、リアリティが敗北した。それだけじゃない。僕はあのガンプラを、輝くあのデコ塗装を、一瞬でも美しいと思ってしまった。何もかも完敗だ。もう終わりだ。ガンプラ作りは僕にはもう。ねえマスミッチ、そんなこと言わないでさ、一緒にやろうよ。なんだって？技術はあるんだからさ、感性磨けばいくらでもいいガンプラ作れるって。そうだろうか。そうだって。なんなら私が手伝おうか。神坂さん、君が女神か。ふう、これでチナチーと塗装の件は片付いたかしら。残るは生徒会の本丸。ようやく生徒会長まで手が届く。行きましょう。まずは部室に戻って、ユイ先輩とマリカに合流よ。副会長にバトルを？そうよ。生徒会を運営しているのは実質副会長と、今まで倒したチームのメンバーなの。ここで副会長を抑えれば生徒会は機能不全に陥るはず。でもそんなに急ぐ必要はあるの？私たちもしっかりと準備をしなくちゃ。そんな悠長な。伊織ちゃん？あ、いえ、わかりました。すみません、少し頭を冷やしてきます。伊織先輩、焦ってた？あ、ねえ、しばらくイオリちゃんの様子気にかけておいてあげてくれる？うん、お願いね。イオリちゃん、無茶をしないといいんだけど。